はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっと見てくださいよ。本日はですね、熱海に来ておりまして、この海沿いね、川崎からですね2時間ほど走ってまいりまして、到着いたしました。まあちょっとね、あいにくの天気なんで、明るかったらねもっと綺麗だと思うんだけれども、それでもね十分綺麗で、こんなね綺麗な景色で、今日はね何を食べていくかと言いますと、熱海の地にとんでもなくでかいサイズのプリンを提供しているお店があると。いやー、このね、僕甘いもんもちろん好きですが、まあ何回もね動画で言ってるように、量があんまり食べられません。ただね、めちゃくちゃ美味しいプリンだってことなんで、まあペロッといけちゃうかなと予想しておりますので、早速ねそちらのお店の方に向かって、とんでもなくバカでかいプリン食べていこうと思います。ということで、ただいまねお店の前に到着いたしました。本日訪れるお店がドライブイン熱海プリン食堂さんでございます。こちらのねお店さんはですね、店名にもある通りプリンですとか、まあデザートがねメインのお店みたいでして、その中でも要予約制で1日ね2組限定でしか提供していないとんでもないでかいプリンがあるということで、本日はねそちらを食べていこうと思うんですが、まあ、甘いものオンリーだとね結構きついので、食後にねお腹に余裕があればパスタだったりとかオムライス食事系もございますので、こちらをね食べていければなと思っております。お腹いっぱいになってね余裕がなかったらすいません。それでは早速ですね、そのどでかいプリンを食べていこうと思います。ということで、ただいまですね店内に入っておりますが、映像変わりまして急に出ました、どでかいプリンやばいね。正直このサイズのプリンは見たことないです。一応ね30人前ということで、早速ではございますけれども、冷たいうちにね食べるのは一番美味しいと思うので、いただきますと。こちらの方に味変アイテムがあるんですけれども、これね後ほどいただくとして、ひとまずねちょっとそのまんまでいただいてみましょう。よいしょ。プリンはねこんな感じでございますね。いただきます。うまっ。この柔らかすぎずに滑らかなんだけど、卵のね香りもしっかりあるし、とろ苦いねカラメルソースがめちゃくちゃうまい。これもうシンプルにさ、夢の映像じゃないこれ。いやそれにしてもこれすごいな。ちょっとこんな感じで大口でいっちゃっていいですかこれ。うわーこれ贅沢だな。ちょっとねこれほんと黙っちゃうぐらい美味しくて無限に食えるわ。今ね撮影中だと逆光になっちゃうから窓際にはねカメラ向けてないんですけど、僕のね目の前は海がねこう一望できるめちゃくちゃ景色のいい席なんですよ。だからちょっとね旅行がてら記念にね何人かで来て、これをつつきながらこの景色を見る、最高だと思います。そしたらそろそろね3分の1ぐらいは食べたので、ここら辺で味変をどんどんしていきたいと思います。まずはねこのキャラメルチップということで、こんな感じでねキャラメルがチップになってるやつなんですけど、ちょっとこれをこんな感じで、あーいいね、これめっちゃうまそうじゃない。キャラメルチップをね、あえるとこんな感じでございます。いただきます。このキャラメルチップのさ、このガリガリとした食感、これがトロトロのプリンとあってものすごくいいわ。
改めて自分でねモニターの映像を見てみると、可愛い店内で大きくて可愛いプリンをタトゥーの男が一人で食べてる違和感がすごい。今綺麗にこれ半分に切りまして、やばい崩れる。ね、断面見せようと思って今綺麗に切ってみたんだけど崩壊するわ。一応ねこんな感じ。いやこれちょっと綺麗に見せたかったんだけどさ、やっぱプリンだからさ無理だね。食べ方も綺麗にいかないと崩れるわプリンが。どんぐらいあるんだろう。でも一応30人前として書いてあるんだけど、ちょっとね量が僕も分かんないんですわ。あー結構重いけどね、3キロぐらいは余裕でありそうな感じ。すいません、ポテトを1個いただいていいですか。はい、さすがにね甘いもの一辺倒だと僕はね結構きついんで、しょっぱいもん注文しました。この辺りでしょっぱい系の味変、これねお塩もいただいておりますので、ちょっとかけましてと。いや、ここでしょっぱい系はありがたい。うん、ああやっぱしょっぱいのいいわ。じゃあね、カメラ越しだと分かんないと思うんだけど、これ見て、だいぶ減ったよ。残り4分の1あるか何かぐらいだね。ちょっと味変もしていかないとね。そしたらこれキャラメルなんだけど、ソースもあるんで、これもこうわっと。うまっ。今の部分がさ、さっきかけた塩も残ってたから、塩キャラメルプリンって感じでめちゃくちゃうまいわ。あ、あります。今届きました。こちらポテトフライということで、このタイミングのしょっぱいもんはだいぶ助かるわ。いや揚げ物うまっ。やっぱりね、女性の大食いの方は結構ね余裕そうに食べてたんだけど、改めてその女性の甘いものの強さというか、逆を言えば男性の弱さというか、今ねがっつりそれを体験してる。
味変が4種類とあとはカラメルソースで、まあ、5種類かいろいろといただいてるんだけど、やっぱこの塩の味変が一番好きかな。怖いのがめちゃくちゃ回復する、そしたらこちらのプリンで最後ですね、ということで本日はですね、とんでもない30人前のデカプリン、こちらのねメニューをいただいてきましたが、このプリンめちゃくちゃうまいわ。今ね食べてる最中も店内のお客さんであったりとかテイクアウトのお客さんもねもうずっと来ておりまして、デカ盛りっていうわけではなくて、このプリンがね、まあ、名物として根付いてるんだなと実感するようないいお店さんでございました。ぜひね皆さんこのでっかいのだけじゃなくて、もちろんね一人前のプリンだったりとかもたくさんございますので、そういった商品ね熱海に旅行に来た際には食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですねサブチャンネルの方でも最近は活動しておりますので、概要欄の方からそちらもぜひチェックしてください。ということで次の動画でお会いしましょう。じゃあね。